はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。今回はねちょっとなんていうんですかまあ話しづらい内容なんですけど、まあ、ぶっちゃけで言えばなんとこの運営が禁止をしている自動集会みたいなやつ、あれやんない方がいいよっていう話をしたいと思います。どうやっけな、禁止プレイみたいのが一応不正行為っていうのが入ってて、そうそう、なんかいろいろデータ改ざんとか、まあ、不正に取得するとかなんかいろいろあるんですけど、まあこれって多分ね、自動集会とかもなんか多分アプリとか入れてやるとできるんですけど、まあそれ今やろうとしてる人で、もうやってる人、もうやってる人はちょっと危ないかもしれないですけど、やろうとしてる人特にね、なんかもう単調じゃないですか、正直この宝箱集めとかも。でついついやりたくなってしまうとは思うんですけど、今はねやんない方がいいんじゃないかなっていうちょっとお話をしようと思います。というのもこのマップの横取りってそもそも自動周回みたいなやつしやすくて、でまあ今年はともかく去年とかはほとんどなくて、最近は結構あるじゃないですか。であとまあなんていうんですかね、最近でもないな、前10周年フェスの時に武道会だったら、普通武道会だったら1回戦2回戦準決勝決勝みたいな感じでてんてんてんってやるんですけど、1回10周年フェスの時に、10周年フェス、そうそう、このなんとかフェスの時に武道会なんだけど、なんかマップに、ちょっとごめん映像なくて悪いんだけど、この縦になんか行列みたいになんか9枠か12枠あって、でこの時はこのなんか5体いるとか、この時は4体いるとかって言って、それ全部倒したら挑戦者たまに出るみたいな、そんないつもの武道会と違う時があったんですけど、まあその時、ああこれやってんなって、自動周回対策だなと思いつつも見てたんですけど、でそんなのもやりつつ、この前先月はマップの横取りで、その前の月は武道会だったじゃないですか。で今月先月とマップの横取りやってて、おこれはちょっと本格調査やってんなっていうね、なんかそんな感じするんですよね。でなんでかっていうと、まあ通常このシステム、まあ私ね、私としては職業としてはシステム屋はやってはいなくて、まあいわゆる企業の情報システム担当で、まあインフラもね、アプリ開発も保守も経験、まあ国内外経験してるんですけど、まあその経験で言うと、まあ要は外部から悪いアクセスとかあるわけなんですよ、攻撃されるんですよね。でそのためにいろいろ対策したり、あとログを取ったりするんですけど、でこういうね、なんていうんですか、あ自動周回やってるなっていうような結構細かいログを取るには、多分ね毎回取ってたらすごいパンクしちゃうんですよ、サーバーが。だからピンポイントで調査するんじゃねえかなと思ってて、で多分ねそれやるタイミングって、例えば平日とかの、まああとまだ学校がまだ、まあ学校最近プニプニ少年たち人気あるか知らないんですけど、学校とかがまだその冬休みに入ってない時期とかを狙ってやると思うんだよね。そうするとまあ今日とか明日なのかななんて思ってるんですけど、で何が言いたいかというと、まあ本当普段は自動集会とかやってないのに、もうちょっとこれ集会めんどくさいから、これを機会にやろうとしてる人はアカウントバンになる危険があるのでやんない方がいいよっていう、ちょっとそういう話なんですけど、うん、でちょっとそれ多分ログをがっつりピンポイントで取るっていうのをやると思うんだよね、私が担当ならやる。なのでまあなんていうんですか、ちょっとちょっと些細な気持ちでやろうと思ってる人はやんない方がいいのかなと、はい、思ってます。でこういう機械の動きってもうがっつりログは取れるので、もうあとはねちょっとログがあまりにも膨大なデータでサーバーがパンクしちゃうので、だからね取れないっていうのが実情ではあるんですけど、はい、ただピンポイントでやれば取れるので、うんっていうのと、あとさマップの横取りってさランキング出ないんですよ。で武道会だとランキング出るじゃないですか、周回何回優勝とか。そうするとそういうやってる人たちって注意するじゃないですか、あ上位入ってるからちょっとなんか
引っかからないような周回をこううまく混ぜたりしようと思うけど、マップの周回ってランキングも出ないし、やっぱね油断出てくると思うんですよね。だからね、俺ねやると思うんだよね。なのでほんとね、ほんと普段はやってなくて、今回もたまたまやっちゃったよっていうね人をね、ちょっとほんと、バンになる可能性あるんでやめた方がいいかなっていうちょっとお話かな。私だったら、今週とか来週かな、の平日のなんか午前中とかにスパーンって やるかな。はい、そんな感じなので、本当にね、ちょっとで、ちょっと普段やってる人はねちょっと結構危ないと思うんですけど、今回初めてやろうかなと思ってる人はちょっとねやらない方がいいなと、はい、個人的には思って、まあもともとね禁止なんでやっちゃいけないんですけど、はい、多分今までねあんまり取り締まれてないのってログ取るのが大変すぎたからだと思うんですけど、まあそれもね11月の経験と今回の12月の経験で、あ、まあこれぐらい容量があればいけるみたいなのは多分11月でいろいろ判断してるし、まあもしかしたらその前のね、前も確か8月ぐらいにもマップの横取りあったと思うんですけど、はい、まあその時にもう調査はできてると思うので、はい、もう解析はね、ログさえ取れればできちゃって、ただそのログがもうほんとね、もういっぱいあるんだよね。で、データ逼迫しちゃうんで、だから難しいんですよね。そこが難しいだけなんで、そこはピンポイントで解決すると思うので、はい、ちょっとそこね、もうかなりね、確かにめんどくさいんですよ。周回なんですけど、はい、ぜひね、ちょっと負けずにいてほしいなというところでちょっとお話ししてみました。はい、じゃあ今回こんな感じします。すいません、余計な話だったと思うんですけど、一応お話ししてみましたね。えちょっと本当はね、初犯で捕まったらかわいそうなんでね、かわいそうでもないのかどうなんだろう。はい、ごめんなさい、またお会いしましょう、さよなら。まあこれはねあくまでも私の予想です。まあでもあれかな、年末年始、年末に綺麗にしたいかもしれないけど、年末年始は稼ぎたいって気分もあるので、番があるとしたら年始の後かなって、あんまり商売のこと考えてたらユーザーというか、ね、嫌われちゃうから、そこまで露骨にやるか分かんないけど、はい、まあもう年内には調査しきりたいなっていうのが運営、そういう運営する企業の本音かなっていう感じはあるけどね。まあその人たちがどんな迷惑をかけてるかってとこはあれだけどね。まあでもあれか、Y ポイント売れなくなるからあれか。はい、そんなところでございます。まあちょっとね、これはあくまでももう一回繰り返しますが、私の勝手な想像なんで、はい、自己責任でね、いろいろゲームは楽しんでみてください。はい。